これより各テニス部有志によるアトラクションコンテストを開催します。とその前に、皆さんこんにちは、ユリアと申します。それでは学園祭の王子様実況プレイやっていきましょう。司会進行は六角中の1年生部長蒼井健太郎でお送りします。あ、始まった始まった。そろそろユータの出番だよね。かっこいいじゃん。かっこいいよユータ。なんかこの感じだと負けそうな感じだけどね。よう、来てくれたんだな。うん、かっこよかったよユータ。そうか、照れるな。ああ。結果発表までまだ時間あるし、学園祭一緒に見ていこうぜ。うん、いいよ。よし、行くか。へえ、お化け屋敷か。夏向きでいい感じかも。あら、今回は乗り気？いらっしゃい。おっと、なんだ、富士じゃないの。神尾か。ここは不動峰の模擬店か。まあ隣同士なんだけどね。ご近所さんだから挨拶くらいしたとは思うけど。あ、そういうことだ。入るのか？どうする？あ、私はちょっと。そっか、じゃあやめとこ。行こう。うん。うわ、なんだよこれ。確か氷堤の喫茶店。あ、おはよう。久しぶり、元カレ。前回ぶりだね。あ、芥川さん。え、あ、確かセールドルフのライジングカウンター。名前は覚えてないんだね。ここでも名前覚えてくれてないんすね。芥川さん、富士ですよ。富士？へえ、あのすごいカウンター使うやつと同じ名前だ。あれ、なんかデジャブってる。ん？あれ、なんで怒ってるの？別に怒ってないっすよ。本当に？兄貴の名前は覚えてるくせに。デジャブってるよねこれ。え、なんでもないっすよ。行こう。うん。そろそろ結果発表ね。ああ、ではこれからアトラクションコンテストの結果発表だ。優勝チームには来年のウィンブルドンのチケットと航空宿泊券が贈られる。優勝チームは、俺様のハムレットだ。ま、当然だな。やった、優勝おめでとう。俺の力で優勝したんじゃねえよ。アトベさんやら手塚さんやら役者が揃ってたからな。そんなことないって、ユータのレイヤーティーズ決まってたよ。そうか。
それより学園祭見て回ろうぜ。時間あるんだろ。うん。わあ、すごい人。すごいな。また一段と増えたんじゃないか。学園祭大成功だよね。ああ、そうだな。どこから見て回ろっか。まあ、一通り見ていけばいいんじゃねえの。そうだね。で、ここか。喫茶店、もしかして。まあ、ここしか行くとこないよね。やあ、いらっしゃい。よく来てくれたね。いや、やっぱり兄貴か。さ、中に入って。いや、俺は遠慮なんていいんだよ。さあ、君も。あ、ったく、強引なんだよ、兄貴は二人とも仲が良さそうで嬉しいよ。人の話聞いてねえし。注文は何にする？もちろん、ここは僕のおごりだよ。なんだよ、このメニュー。なんかおかしいところがあるかい？ほぼ9割方そうじゃない？ホットチリサンドや激辛オムレツってまるっきり兄貴の好みじゃんか。おいしいよ。俺は兄貴みたいに味覚の麻痺した人間じゃないんだ。普通のメニューはねえのかよ。それ、ユータ言っていいのかな。あなたも結構な甘党だけどね。紅茶ならどう？ああ、じゃあそれ。私もそれにします。了解、紅茶2つね。軽食は本当にいらないのかい？いらない。せっかく僕が心を込めて2人のために作ろうと思ってたのに。ショックだよ。ああ、そんなこと言うと頼みたくなっちゃうじゃん。嘘つけそれじゃあちょっと待っててね。ユータのお兄さん、相変わらずだね。俺のお兄さん？え、私なんか変なこと言った？いや、ちょっと新鮮な響きだったから。ほら、俺はよくあいつの弟って呼ばれ方してるだろ。じゃあ今後はさ、富士兄って言われるようにしようよ。今のは逆だったから、なんか嬉しかった。そう？いやー、お待たせ。どうぞ。あー、やっぱりカップは違うのか。ユタ、砂糖を入れてあげようか。5つでいいよね。いや、いらないわ、そんなに。1個とかでいいじゃん。余計なお世話だ覚えておいてね。ユータは紅茶には砂糖を5杯入れるから。あー、ちょっと染み合わないですね。ユータ虫歯になるよ。ちょっと多いんじゃないかな、ユータ。いいだろ、甘党なんだから。他にショートケーキのイチゴを最初に食べる癖もあるよね。それは楽しみに取っておいたら兄貴か姉貴が食っちまうからだろ。兄弟あるあるか。私はそういう経験ないからよくわかんないけど、ショートケーキのイチゴは昔からあんまり好きじゃないです。なんか先にケーキの方を食べちゃうので、イチゴが酸っぱく感じるので、今でもあんまり好きじゃないですそうだったかな。あのな、さっきからなんで俺のそういうことをいちいちこいつに教えるんだよ。彼女にはユータのことをもっと知ってほしくてね。だからそれが余計なお世話だって言ってるんだよ。そういうことは自分で言いたい方なのかな。なんか富士先輩とユータって、まあ、兄弟なんだけど、別の方向からしたら昔付き合ってた恋人みたいに見えるんだけど。あの、よく漫画で、少女漫画でよくある、あなたはこんなこと知ってる？とかさ、元カノに言われて主人公がすごく傷つくっていうやつ。なんかそういう漫画とゲーム見たことあるよ。そういうのはこれから少しずつ知っていってもらえば。
なんでもねえ仲がいいね。じゃ、僕はお邪魔だからそろそろ消えるよ。兄貴のやつ楽しいお兄さんよね。楽しい？そりゃ兄貴は楽しいだろうさ。けどこっちの身にもなってくれ。どうですか調子は？ごく普通だ兄。まあそこそこかな。しかし優勝を狙うにはやや厳しいかもしれませんね。そうだな、よそも頑張っているようだし。お客さんの回転率が少し悪いみたいですね。もちろんその分を見越して単価は上げてありますが、居心地が良すぎるのかお客さんがなかなか席を離れてくれないのが問題です。何か手はないか？確か持ち帰り用の容器がまだ大量に残ってますよね。ああ、持ち帰りができると知らないお客も多いからな。それ書いといた方がいいんじゃないかな。だったらそれにアイスティーを入れて売り子で売っていったらどうでしょうか？アイスティーを？まさかレモンティーにするつもりじゃないでしょうね。あ、水木さんレモンティー好きじゃないんだよね。ダメですか？レモンティーは邪道ですよ。紅茶の香りを消してしまいます。でもアイスティーの場合はどうやっても香りは消えてしまいますし、レモンの酸味は冷たくすれば清涼感があります。この夏に最適だと思いますけど。しかし水木先輩のこだわりはわかります。でも先輩は前に言ってたじゃないですか、紅茶は嗜好品だ、好きなように飲むのが本来の飲み方だって。うん、これは一本取られましたね。確かにその通りです。お客さんが喜んでくれるならそれが一番でしょう。よし、じゃあ早速取り掛かるか。こっちは売り終わったぜ。あ、私も。二人ともご苦労だった。今のうちに休憩に行ってこい。いいんすか？ああ。じゃあ行くか。うん。綿菓子屋か。祭りっぽくていい感じ。おや、ゆうたくんじゃないか。あ、大石先輩はゆうたのことそうやって呼んでるんだ。ああ、大石さん。ここ声楽の模擬店すか？ああ、そうだよ。買っていくかい？そうっすね。お前、綿菓子食う？うん。じゃ、綿菓子2つ。毎度。ちゃんと持っておけよ。この綿菓子、飛ぶから。あ、いつもの説明は菊丸先輩だったのに。大石先輩がやるの珍しいな。飛ぶ？どういうことです？袋の中にね、ヘリウムが詰めてあるんだ。へえ、いいアイディアっすね。ありがとう。あ、ここは海の家？なんでこんなとこに海の家があるんだ？やあ、ゆうたくん、いらっしゃい。サイさん、さっきぶり。サイキさん、ここ六角の模擬店すか？うん、そうだよ。どう？あれから腕の調子、悪くなってない？え？ああ、大丈夫っすよ。無茶な技は体に良くないよ。ほどほどにね。どうも。じゃ、これは俺から君たちへのサービス。かき氷のいちごミルクね。え、いいの？え？あ、美味しそう。いいんすか？そんな。でもさっき私、氷いちご食べたんだよね。でもさっきはミルクかかってなかったし、いっか。いいからいいから。どうもすみません。ありがとうございます。も
もうすぐ模擬店コンテストの結果発表だね。勝てると思うか？うん、きっと勝てるよ、信じよ。そうだな。これより模擬店コンテストの結果発表を行う。模擬店コンテスト売上およびアンケートのトップを獲得したのは、セール努力の喫茶店だ。やった、やりましたよ。私たちの喫茶店が売上アンケートともにトップです。優勝だね。やったな。僕のシナリオ通りと言いたいところですが、皆さんの頑張りのおかげですね。皆さん本当におめでとうございます。お前のおかげだよ。そんな、私は少し手伝いをしただけで。そんなことねえって、お前がいろいろ手伝ってくれたから優勝できたんだ。いや、そんな、ありがとう。けど、これで学園祭も終わりなんだな。そうね、あとはキャンプファイヤーと社交ダンスだけ。この2週間、楽しかったぜ。うん、私も。ダンスか、どうしようかな。あれ？あ？君は弟くんと一緒にいた。なんで菊丸先輩？声楽の菊丸さん？さあ、何してんの？弟くんは？ああ、そういえば見当たりませんね。どこにいるんだろう、ゆうたは。ねえねえ、弟くんが見つかるまで、俺と…いやいや、なんであんたがナンパしてんの？ちょっとすみません、菊丸さん。ああ、ゆうた。ああ、弟くん。チェ、もう見つかっちゃったか。こいつ、俺と約束があるんで。ん？ああ、いいよいいよ。じゃあね。え、菊丸先輩、私に気があったのかな？もしかしてまだ未練があるとか？失礼します。行くぞ。ああ、失礼します。レイジ。あ、フジ、さっき弟くんがいたぞ。知ってるよ、見てたからね。それよりもエイジ、あのルドルフのこと、ユータのこと、僕説明したよね。そうだっけ。エイジ、怖い怖い。ごめんって。わかればいいんだ。僕に可愛い妹ができるかどうかの瀬戸際だからね。なりますから大丈夫ですよ。それちょっと気が早いんじゃ。なんか言ったかい、エイジ。なんでもにゃーい。ユータどうしたの？どこまで歩くの？あ、悪い。と、ここら辺でいいか。何か私の話？あ、それとも機嫌悪い？機嫌悪いって、なんでだ？だって、さっきの菊丸先輩、弟くんって言ってたし。ああ、別にいいんだ。俺が兄貴の弟なのは事実なんだから。ゆうた？確かに、俺にとっての兄貴は勝てない相手で、コンプレックスの対象で。正直苦手だと思うことの方が多い。うん。でもな、同時に一番身近にいる尊敬できる人間でもあるんだ。ちょっと前までは絶対に勝って俺という人間を認めさせてやるって思ってた。でもさ、最近は少し違うんだ。どういうこと？もともと兄貴は俺のこと認めてるし、それに部の先輩たちとかお前とか、俺のことをちゃんと見てくれる人もいるだろ。富士弟としてじゃなく、ユータっていう個人として。今の俺はそういう人がいれば
それで十分だって思えるようになったんだ。ユータ、今の俺にとっての兄貴はさ、目標だ。いつか勝ちたいと思う。先は長そうだけどな。そっか。あのね、ユータ、私ね、ユータと藤先輩を見ていてずっと言いたかったことがあるの。なんだ？私一人っ子だから兄弟っていうのに憧れもあるけど、それを抜きにしてもね、いつもユータのことを考えてるお兄さんがいて羨ましいなって。そっか。ま、俺の自慢の兄貴だからな、存分に羨ましがってくれ。うん。ああ、なんか本題を忘れそうになってた。本題？お前をここまで引っ張ってきた理由、その、聞いてくれるか？うん、何？そのさ、これからも俺のことずっと見ててくれないか？え？ああ、ダメだ。はっきり言わなきゃ。お前が好きだ。付き合ってほしい。ストレートを好き！ユータ！ダメか？うん、ダメじゃない。すごく嬉しい。私もユータのことを好きだから。そっか。うん。ありがとな。うん、私もありがとう。はい、ユータ、ハッピーバレンタイン。おう、サンキュー。季節は2月か。あら、制服ちゃんと本命だからね。当然だろ、お前は俺の彼女なんだし。うん、あのね、リクエスト通りザッハトルテにしたからね。作ったのか。あのチョコレートのケーキか。そっか、ありがとう。ユータに喜んでもらえてよかった。あ、まだ君付けなんだね。日吉君の時は呼び捨てだったけど。ほんと、ありがとな。それでさ、さっきから気になってることがあるんだけど。何？その大きな袋って何？あ、これ？これはね、水木先輩たちにあげるチョコが入ってるんだよ。え？用意したのか？だって一応お世話になった先輩方だからあげないとね。お世話になってるし。もうそんな不機嫌そうな顔しなくてもいいじゃない。こっちは義理なんだから。そりゃ義理じゃないと困るけど。だけどさ、あんまり拗ねてるとそのケーキ持って帰っちゃうよ。わかったって。なあ、まさかとは思うけど、兄貴の分も用意してたりするのか？そりゃ用意するんじゃないの？してるよ。はい、これ。やっぱりか。はあ、なんか藤先輩のチョコレートの中に唐辛子とか入ってそう。なんだろう、唐辛子ペーストのチョコレートとか。今日は家に帰るんでしょ？ちゃんと渡してね。わかったって。って、なんで知ってるんだ？俺言ったっけ？藤先輩からメールが来たの。いつの間に交換してたんだこの二人。僕の分はユータに渡しておいてねって。なんでいちいち。それに兄貴はいっぱいもらうくせに。そうだよね、藤先輩の場合両手に抱えきれないくらい袋いっぱいのチョコレートもらうんじゃないかな。でもユータももらえそうだけどね。弟の彼女からもらうチョコは初めてだから楽しみだって書いてあったよ。兄貴のやつ絶対に面白がってる。そうだね。でもそれが藤先輩の愛情表現かな。やめてくれよ、そんな屈折しすぎた愛情表現は。それじゃあ
何？私はユータが好き。テニスしてる時のユータも、お兄さんに可愛がられてる時のユータも大好きです。おう、改めて言うと結構照れるね。聞いてる方も照れてくる。私も照れてる。それでユータは言ってくれないの？俺も言うのか？だってバレンタインだもん。ちゃんと返事をくれなきゃダメ。ああ、その…まあ1ヶ月後のホワイトデーでもいいけどね。無理ならいいよ。なことない。俺もお前のことが好きだ。うん、ありがとう。店先でよく言えるな、この二人は。店だよね、ここ。ということで、藤井優太を無事攻略できました。やっぱり藤先輩はいろいろ絡んできましたね。まあ最後菊丸先輩が出てきたのにすごい驚きましたけどね。それでは今回はここまでにしたいと思います。それじゃあ皆さん、ご視聴ありがとうございました。